現在8時25分で、エキサイティングポルシェは10時からのイベントだとホームページに書いてあったんですけれども、ナパホテルの窓からラッキーなことに赤レンガ倉庫群が見えます。で、あいにくの雨なんですけれども、どうやら車がちょっと集まり始めてるようなんです。グリーンの GT3 は、昨日このアパホテルのエントランスに入ってきたのを、見かけたポルシェだと思うんですけれども、ああ、73カレラもありますね。黄色い964。おそらくルビーストーンレッドの方も964かなと思います。で、私が泊まっている部屋なんですけれども、ラッキーなことに、みなとみらいビューです。チェックアウトが10時なので、10時を過ぎたら行こうかと思ってます。アパホテルから赤レンガ倉庫までは歩いて7分ぐらいでした。会場に近づくにつれ、ポルシェがたくさん並んでいるのが見えてワクワクしてます。私自身はエキサイティングポルシェに来るのが、今年で初めてです。この日はその前の週と打って変わってとっても寒い日でした。イベント自体は無料で見れるのですけれども、小雨が降っていておまけに寒いので、まだあまり人は来てない様子でした。車好きのお父さんに連れられてやってきている家族連れが結構多いように思います。うちの妻にも行くかと言って誘いましたけれども、車なんか見てもしょうがないと言って、帰りの羽田伊丹の飛行機のチケットが無駄になりました。この日は160台ぐらい並んでいたらしいです。真っ先に目に飛び込んできたのはこの黄色い914で、すごく目立っていました。個人的に914が好きなせいもありますけれども、まるでランドマークのようでした。とりあえずは並んでいるすべての車をざっと見て回ることにします。この動画を見ておられる方々は、この車が何とかそういうことは詳しいでしょうから、いちいち言わずに、まずは全体を見て回ることがいいのかなと思います。個人的にはこの辺りの930型が一番ポルシェらしい形かなと思っています。白の930の彼らいいですよね。白の930彼らとこの930ターボを並べてもらえればよかったかなと思います。まあ、個人的な感想ですけども。今回は車種、形式別に並べられているようですけれども、過去の動画を見ると色別に並べられていた年もあったようです。並べられているポルシェを見ると、どれ一つとして同じものがないので、そこがすごくバリエーションが多くて面白いなと感じました。
応募者の中から選ぶときにわざといろいろな車がばらけるように選んでるのかなという気がします。歴代911の中では個人的には964のデザインが一番好きです。930がザ911という気はするんですけれども、個人的にそれをモダナイズした964の方がシュッとしてかっこいい気がします。こうやって写真を撮ってもらう子供って大きくなったらポルシェ買いそうな気がします。潜在意識の中にポルシェがすり込まれて大きくなりそうな気がするんですけど、ポルシェの周りにいるのは圧倒的におじさんが多いんですけれども、赤レンガ倉庫で買い物をしてそのついでにポルシェを見ている女の子たちも結構いました。車好きの所有者だけが集まるのではなく、こういった一般の人が普通に無料で見られる催し物というのもいいなと思いました。この辺のカラフルなポルシェが並んでいると見てて非常に楽しいです。ホテルの部屋から見えていたのはおそらくこの964の RS だと思います。ドイツの本社工場では日本向けのラインには白いポルシェがたくさん並んでいるというふうに何かの記事で読んだことありますけれども、何の何の結構カラフルなポルシェ多いなって思います。もちろんオリジナルペイントじゃないのかもしれないですけれど、写真を撮ったり動画を撮ったりしている人が多いのでなるべくその人たちの邪魔にならないように大回りして避けながら行ってるんですけど、なかなか避けきれないこともあります。富士見のエンスージアストシリーズのプラモデルを作ったことがあるんですけれども、赤のデカールがハゲチョロピーとハゲてしまいました。やっぱり日光に弱いようでした。私の中ではこのカラーリングが73カレラです。撃墜マークはついてませんけど、役物のポルシェにはあまり興味がなくて詳しくないんですけれども、このグリーンの GT3 だったと思います。アパホテルのエントランスに入ってきたのは、ここに RS って書いてありますね。色そのものは地味なんですけども、このクレヨンの樽がすっごく目立ってたように感じました。とにかく車好き、ポルシェ好きなおじさんたちめちゃくちゃ多いです。向こう側の列にはいいお尻がたくさん並んでいます。個人的にはこのダークグリーンのポルシェ大好きです。ポルシェ博物館に妻と行った時に妻が唯一あこの車綺麗だねって言ったのがダークグリーンの911でした。またまた詳しくなくて申し訳ないんですけど、このシュトロゼックって深海魚みたいです。個人的に大好きなのが964なんですけれども、日本には右ハンドルのマニュアルが入ってこなかったのでそれが残念です。どうしてなんでしょうかね。ナンバープレートを見ていて、ちょっと思ったのが911とつけている方と、それから形式964だとか930、991とつけている方、それからそれ以外のちょっと推測しにくい番号をつけておられる方がいるようです。大きく分けるとそのパターンのナンバープレートの付け方かなと感じました。
930ボディにダクテールっていうのもあるんですね。個人的にはこういうドノーマルが一番好きです。この930ターボウイングがついていてめちゃくちゃかっこいいです。向こう側のいいお尻下2台、最近の車にはなくスリムな感じがいいかなと思います。ナローってやっぱり見た目がカエルですよね。個人的にはこういうダークグリーン大好きです。フォグランプがついていなかったら早瀬左近。昔20分の1のプラモデル作ったことがある914。びっくりしたのがタルガトップのルーフが後ろのこの長いトランクに入ることでした。大阪のポルシェゲートさんでレンタル車両にあったんですけれども、レンタルのラインナップから今は落ちていて、それが残念で、あの時乗っておけばよかったなと後悔してます。こちらのレッツの992の4台は全て右ハンドルでした。天才バカボンに出てくるおまわりさん、発売当初不評だった潰れた目玉焼きの996なんですけれども、ダーク系のカラーになってくるとかなり印象が違っていて、実際に見るとすごくかっこいい感じがします。オレンジの後期型はカーズに出てきそうな雰囲気。数人で話し込んでいるおじさんたち多し。あ、これって GT3 の3なんや。この辺りからはなんか見慣れた顔が続きます。どこかでお会いしましたっけっていう感じです。それにしても911っていろんな顔してるなって思います。一つとして同じ顔ないですね、このイベントでは。今回マカンは2台だけでした。ちなみにカイエンはゼロ、パナメーラは全く見当たらずです。エントリーがなかったのか、パナメーラはポルシェと認められていないのか、ちょっとよくわかりません。兵庫県からは横浜まで遠いので、自走してやってくるのはちょっと大変です。もし参加させてもらう機会があるとすれば、兵庫県から自走で来るのはパナメーラが一番いいのかなと私は思っています。マカンって今のポルシェのラインナップでは一番売れてるような気がするんですけれども、ここでは完全に少数派ですね。新車の911を持っておられる方ってセカンドカーにマカンも持っておられるような気がするんですけど、まあ、911がセカンドカーなのかな。この928はめちゃくちゃかっこいいな。ライトをポップアップした時の写真を撮っているので別動画であげたいなと思っています。昔テナントを借りて仕事をしていたんですけれども、そこに928が置いてあって、テナントのオーナーの息子さんのだったんですけども、近所の人たちは私が乗っているんだと思っていたらしいです。そんなお金なかったです。このイベントに来ているおじさんたちの何とも楽しそうなこと、そしてそのうちの一人の私。968は1台だけのエントリーで、このクラブスポーツのオーナーさんと少し話をさせてもらったんですけれども、クラブスポーツながら普段使いずっとされているようでした。
ポルシェってそういうところがフェラーリと違っていいですよね。最近我が家でもおなじみになった944、うちに来て早々修理に出たまま約2ヶ月ぐらい顔見てないです。この車のオーナーさんにはいろいろ話を聞くことができました。また別動画であげたいと思います。とっても親切でいい方でした。愛理晴美さんの動画にも出ていたので顔出ししてもいいのかな。944ターボのことをイギリス人は944turbo って発音してますよね。最近944の動画を見るようになってからそのことに気がつきました。この黒い個体のセンターコンソールには自作のカップホルダーがついてました。944と比べると924ってかなりスリムなんですけど、ブリスタフェンダーがついている944とは違う、もともとの素のかっこよさってあるのかなと実際にこの924を見て思いました。この924ダブルワイパーなんですけれども、ブレードがオーナーさんに話を聞くと、ダブルワイパーだからといって特に綺麗に拭けるわけでもなく見た目だけの問題ですという見た目重視の方でした。車に詳しくない人が見るとこれってマツダの RX7 に見えるかも。私のボクサーも MRS に間違われたことあります。しかもそれは車屋さんでした。ここからの列はショップさんの関係のやつかなと思います。プラモデルで何個も作った見慣れたポルシェのエンジン、見るたびに子供の頃のことを思い出します。これぞ911のエンジンっていう見た目です。自分のボクスターのエンジンは上から見たことがないです。その時にリフトアップしたのを下からちょっと覗いたぐらいで、次にボクスターのエンジンって自分で触れるような状況ではないです。きっとメーカーさんサイドは触らないでくださいなんだと思うんですけど、知り合いの整備士さん曰く今の車ってエンジンなんか触らなくてもいいでしょうらしいです。タイヤがパンクしても自分で変えずにレッカー呼んでくださいと言われましたし、フロントマスクだけ見ると970型のパナメーラとよく似てます。今回はこのエクサイティングポルシェを見るためだけに1泊2日で来ているので、自分が好きなだけポルシェを見て回ることができます。時間はたっぷりあるのでこの日はざっと一周見て回って、それから気になったポルシェをじっくりと見て回ることにしました。2周目にじっくり見た車も1本の動画にしてしまうととても長くなってしまうので、じっくり見た車に関しては別の動画にしようと思っています。車のオーナーさんに話を聞いたり、熱心に車の写真を撮っていたオーストラリアからの旅行者にインタビューしたりしています。スポーツカーは車高が低いのでなるべく車だけを写して人の顔が映らないように気をつけているんですけれども、それでも後から動画を見返してみるとやはり人の顔って映り込んでいます。この辺りに来るとざっと一周したことになるんですけれども、カメラで動画を撮りながらだとなかなか自分が楽しむことができません。今回は一人旅で時間がたっぷりあるのでそれが救いです。会場側から周りを見るとこんな感じで、普通にその辺を車が走っていたり人が歩いていたりするので、たまたま通りかかってあ、ポルシェがいっぱい集まってるやんと見に来れた人はめっちゃラッキーかと思います。雨が降っていなければもっと観光客の方とかが多いのかなと思いました。この後タオルで車を拭いているオーナーさんたち多かったんですけども、気の毒な反面どなたがどの車のオーナーなのかが分かりやすくて話しかけやすいなと思いました。
ワイパーを立てているガンメタの 944S2 のオーナーさんと少し話をさせてもらえたんですけれども、それはまた別の動画にしたいと思います。この方も約8年間飼ってからずっと普段使いしているらしいです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。